アメリカの時価総額が世界の5割に迫るってすごいですよね世界中の株式市場ねだってアメリカだけじゃないですよ日本もあればシンガポールだってあれば上海だってあるしヨーロッパだってあるわけでしょ。 全部足してて約半分がアメリカだっていうんですから <laughs> すごいですよねそれと同時にこれも見て欲しいんですよ中の記事なんですけども中国はっていうと中国の民間時価総額6割減6割割減減ですよ中国全体がしぼんでいるということもそうなんですけども特にねその民間時価総額って書いてありますけど国営企業がブクブク太っていって民間企業の時価総額が減少していると。で民間企業は6割減ですよ。は 半分以下ですからねですからもうねやっぱりね改革開放小平から胡錦濤までの間は国有企業をどんどんね払い下げていって民間に移していって民間の活力でもって中国経済を良くしていったわけですけども今近辺の馬鹿隊が何やってるかというと力のある民間企業をどんどんん国営化してってるんでいて、ね、中国全体が縮小してるのでだから民間時価総額6割減というねとんでもないことになってるわけなんですね。はい読んできます 中国の民間企業の時価総額が2023年末までの2年半で6割減少したことが明らかになった。国有企業が幅を利かせて民間を圧迫する国新民体が止まらず、生産や投資も国有企業ほど伸びない。政府による IT 業界への統制強化が民間企業の不信につながったとの見方が多い。アメリカピーターソン国際経済研究所が国内外に上場し、時価総額でトップ100社の中国企業を分析した。国の支配が50%を超す国有企業の比率は23%。 年末時点で50%に高まった。すごいし、トップ。 100社のううち半分は国有だって言うんですからねアリババ集団やテンセントなど IT 業を中心とした民間の成長で21年6月末に31%に下がった後上昇に転じたこれに対して同10%未満と定義した民間企業の比率は低下した22年末に国有企業の比率を下回り23年末は37%にとどまったピーク時に4兆7,450億ドル約700兆円あった民間企業の時価総額が2兆ドル未満に減ったため半額以下ということですよね とアメリカはね、世界の約半分を占めてるって言いながら中国は縮小にあるというね、ことですねまあ日本アメリカと非常にね、今、えー、プラスで伸びてますけどもね中国の経済の息切れというのはまあ折に触れて伸びてきましたけども未だにね、経済成長率4%って言ってるんですけども本当ですかね中国の統計ほどね、信用できないものはないでしょう4%増えてますいや維持してるどころか、え てるんじゃないですかだって大卒の半分近く就職できないんですよ。大学卒業した途端に失業者ですからね。何百万人も。本当に経済成長してます中国の不動産メタメタですよね。上海株半額になっちゃいましたよね。経済成長してます <laughs> すいません、実は衰退してましたって。う いいんじゃないですか。中国の統計はね、本当やばいですよ。っていうかね、裏を返せば中国は成長してるっていうことにしないといけないんです。なぜならば成長が終わったら。 政権吹っ飛ぶからですよこれまでね人権もない非常に制約された統制された国家ですよ共産主義を目指してるわけですけども彼らはえいろんな不満自由がないという不満があるんだけどもでもご褒美がぶら下げられていたんですちょっと我慢してねちょっとずつ裕福になってるでしょ今年より来年来年より再来年が裕福なんだからまあちょっと言論の自由ないかもしれないけども。 着実に裕福になってるからねって、そうですよねって、経済良くなってちょっとずつでも裕福になってるんだったら、まあ、多少言論の自由がなくても我慢しようかなと言って、もうパンをぶら下げられたような状況でね、みんな我慢してきたわけですよ。ところが、ここで経済がダメになったらどうなります自由はないわ、貧困だわって言ったら、ふざけんなよって話になりますよね。貧困なら貧困で自由ぐらいよこせってなりますよね。貧困なのに自由がないって、どんなひどい国なんですか。今までは、自由はないけども、豊かな中国、もしくは、毎年、 豊かにななってた中国なんですよこれが終わってしまった時にもはや自由ががなないいことの説明がつかないんですよねだから中国の政権がねもし倒れることがあるとしたらね経済成長が止まった時もしくは衰退に転じた時こん時にふざけんなとこんな自由もないくせに貧困かと。 いうことでですね、怒りが爆発するという。だから中国はちょっとずつ裕福になってるというガス抜きをしてきたわけですね。で、これはガス抜きができない。で、大卒が半分近く失業者。夢もないわけでしょ。せめて夢さえあればね、不自由も我慢できるけど、夢ない。目の前貧困。だったらなんでこんな不自由を受け入れなきゃいけないんですか。ですから、成長が止まるっていうのは、これは 共産党の一党支配が終わる可能性がある。もしくはその終わりの始まりとなりうる。 ですから、もう中国共産党としては、一党独裁を、未来永劫を続けるためには、とにかく成長していると。あなたたちは去年より今年の方が豊かになっている。今年より来年の方が豊かになっていると、幻想を植え付けるしかないんですね。いや別に、停滞なら停滞で正直に言えばいいのは普通なんですけど、中国だけは違うんですね。停滞とは言えない。衰退とは絶対言えないんです。成長してはす、成長してまして回って言うしかない。それだけ彼らは、こんな経済が悪くなってる中で、上がってるよ、成長しているよと言わなきゃいけない。 それだけヤバい状況にあるということだと思いますよ。でもね、中国人だってバカじゃないですから、みんなね、貧しくなってるよねっていうのを肌感覚で気づきますよ。ですから、あの安定成長の道に入れない限り、中国は中でのね、分裂っていうのが、 これかから起きてくるんじゃないかそうなった時に中国の人民の目をそらすために台湾侵攻とかね日本とのなんか圧力とかで外に敵を作るとみんなね団結するっていうのありますからそういうね習近平のね、えー、バカな失策の 尻縫いのために日本とか台湾が使われたらこれはたまったもんじゃないですよそっちでやってくれって話だから中国は分裂しようが割れようがあ両方とも一緒か構わないですよどうでもいいですそんなものは分裂しても割れても構いません日本を巻き込まないでくれ台湾を巻き込まないでくれというねふうに思います沈んだり潜ったり沈んだり潜ってるって,言ってね閉じたりしまったり閉じたりしまったりなぜでしょう両方沈んでるんですよね こういうクイズがあったんですよ。鉄の玉をプールに投げ入れたら、沈んだり潜ったり、沈んだり潜ったりするんです。なぜでしょうって。両方とも沈んでるじゃないかっていうのが答えですけどね。<laughs> なぜかな波があるからですかっ、ね、て。いや、沈んだり潜ったり。エレベーターがチーンって言ってね、扉をが開こうとしたんだけどね、開いたり開いたり、開いたり開いたりする、なぜでしょうって。それ普通じゃないかというね。こういうね。 あのクイズがありました。知ってました？<laughs> 知らない。あ、知らない。結構騙されるのよ。<laughs> 鉄の玉を放り投げたらね、沈んだもふと沈んだもふとすると。<laughs> なぜでしょう？<laughs> うん、みんな考えるんですし、えー、なぜかなとか考えるんですけども。 意外とね、この仕草が重要。沈んだり潜って、沈んだり潜って。<laughs> 開いたり開いたり、開いたり開いたり。閉じたり閉まったり、閉じたり閉まったりってね、こうなってるように思うんですよ。なぜでしょう。両方とも沈んでますやんっていうね。これ10人中8人騙されるんですよ、これ。やってみて。本当に騙されるから。トンチかなと思って。いや、トンチでも何でもないですよ。<laughs> ただ沈んでるだけですからね。<laughs> あ、そうそう、壊れてるからとかね。実は中空洞だとかみんな言うんですけど、バーかって感じですよ。結構騙される。はい。え、なぜってなるのよ。まあ、10人中8人だね。 8人だね。騙されます。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにやすチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。